どうも皆さん、ジアフェクトのメッポです。今日はおすすめバンド紹介第3弾ということで、西英福ジャムからキダーフレンドリークラブの皆さんです。イエーイ。バンドメンバーの紹介から。はい、わかりました。私がギターボーカルの田村モーンです。ドラムの中島マッツです。ベースのメリシリウです。で、本当はもう一人ギターがいるんですよね。そうです。ギターが小花奈美です。はい、ちょっと今日は体調不良ということで欠席しています。バンド名の由来聞いてもいいですか？そうですね、まあフレンドリークラブは、まあ適当な感じなんですけど、キダーは大学、私の大学にキダーホールっていうホールがあったんで、そこから取りました。なるほど。まあ今のところ今日これを持ってきてもらってるんですけど、リリースをサザナミから。そうですね、サザナミから7インチとフルアルバムを1枚ずつ去年出させていただきました。で、またやるんですか？そうですね、でこの時のメンバーとは半分今入れ替わって、今は新体制でやってるんですけど、そっちのメンバーでのリリースもちょっとしていけたらなっていうふうには考えてます。楽しみです。ありがとうございます。もうね、メンバーが変わって結構サウンドの方も変わってきたので、まあ、模索しながらって感じではあるんですけど、まあ、なんか ここら辺でできたらやっぱこうちょっとイギリス推しというか、私はイギリスのロックがやっぱ好きなんで、その辺とかはまあ引き継いでいきたいしつつ、なんかまた今の新メンバーの色も取り入れて、ちょっと新しい機材にして引き継ぎつつ新しい機材にしていけたらなと思ってます。じゃあそろそろあと2つくらい進めたいんですけど、はい、好きな食べ物。お、きたー魚卵とビールと甘栗です。甘栗コシアンです。はい、素材きた餃子とネギコロ。はい、小花奈美ちゃんからも預かってます。なんすか？抹茶です。最近コンビニとかにある抹茶なんで美味しいですよね。抹茶だけじゃなくて私抹茶になります。あ、そうだ。今後、キダどういう展開していきたいですか？あ、そうですね、目標とか。目標、やっていきたいこととしては今回、来月2月の3日からこの番組にも登場したガールズバンドのジェニジェニと共同企画が始まったので、それをこう定期的に開催、各月くらいでやっていきたいと思ってます。それがまず今年のと、あとまあやっぱりリリースって感じですかね。ヤイちゃんとどうしようって言って、一番頭悪いにしようって、あ、いいねって言ってイエイエイって入れたい、ヤイちゃんって言って、あ、いいね、それどうしようか、パラダイスじゃない、やっぱりイエイエイパラダイス、いいじゃん、イエイパラダイスって決まりました。佐々木なぞちゃんが、ね、書いてくれた素敵な、めっちゃ似てたな、ね、ロゴもあるんで、はいはいはい、こんな感じですかね。ということで、今回はキダーフレンドリークラブの皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。と言います。今日はどうぞよろしくお願いします。じゃあ新曲やるので聴いてください。